騎乗する RCMP 王立カナダ騎馬警察、または王立カナダ国家憲兵はカナダ連邦政府の国家警察、連邦警察である。自動車が発明される前の時代から存在し、馬による移動、巡回をしていたため、騎馬警察の名がある。1920年2月、ノースウェストマウンテッドポリスを改称し創設。カナダには、それぞれの地域の生態に合わせて、簡単に分けると、連邦、州、大都市圏の3層の警察力が存在する。RCMP は、連邦警察であり、地域によっては州、または、市町村レベルの警察サービスも提供している。2004年現在、約22000人が勤務している。本部は、オンタリオ州、オタワ。ミュージカルライド中の RCMP の車両 RCMP はその赤い制服と、つばの広いとがり、帽子で大変有名である。ただしこれは式典向けの正装で、通常は他の警察と同じような一般的なデザインの制服を着用している。また、近年通常業務において、必ずしも馬は使われてはいない。カナダの象徴として他国における軍の儀仗隊の代わりに国賓等を迎える姿がよく見られる。式典等において音楽隊の演奏に合わせて騎馬行進をするミュージカルライドが有名である。冷戦時代においては FBI と協力しアメリカからの兵器寄付者の捜索に協力したり、ケベック州独立運動が激しくなった1970年代にはケベック等の文書を盗むなど、情報機関のような役割を果たしたこともある。公式には、そのような諜報活動などは現在カナダ安全情報局へ移管され、RCMP は、そのような責務は持っていないとされている。RCMP の人形 RCMP と第44代アメリカ合衆国大統領バラク・オバマ、第27代カナダ総督ミカエル・ジャン赤い制服が美しい RCMP はカナダ文化の象徴として様々な観点から捉えられている。カナダ国民からは親しみを持ってマウンティーと呼ばれている。騎馬警官をデザインした T シャツやぬいぐるみがたくさんお土産として売られている。また、特に映画などでは、カナダの象徴として登場することが多い。最近の例では、ダイ・ハード3で、犯人がアメリカから逃亡した際に、RCMP に追われ、カナダに入国したことを示唆するシーンなどがあった。また、騎馬警官という TV ドラマでは、シカゴを舞台に、米カ両国の警察が協力する話だった。北西騎馬警察ジョン・A・マクドナルド1873年5月23日、警察隊設置法案が施行され、カナダの初代首相ジョン・A・マクドナルドによって、カナダ西部に RCMP の前身である北西騎馬警察が設立された。マウンティーズの愛称で知られるヒーローコートの騎乗警察隊は18歳から40歳までの150名の男子が選抜され、関税徴収の実施、入植路の確保を目的とした巡視活動に従事した。1885年のリールの反乱では、カナダ軍に加勢し、初の武装戦闘に参加した。1904年、イギリス国王エドワード7世より、王室の勅許を与えられた。1920年に、自治領警察と合併し、RCMP と改称し、本部が、首都オタワに置かれることとなった。2018年、長官に初めて女性が就任した。ミュージカルライドは RCMP が騎乗して馬術を披露するイベントである。ミュージカルライドで騎乗するのは RCMP の中でも馬術に長けた者32人だけで、彼らは32頭の揃いの黒馬を操ってショーを演じる。ミュージカルライド中の RCMP ミュージカルライドの起源は隊員の馬術訓練にあり、1876年に行われたのが初めである。また公式なミュージカルライドは1887年、サスカチワン州、レジャイナにおいて行われたものが初めである。ケベック州は住民がフランス系だけなので、フランス語しか通じない、ハット ABC、世界の地理3カナダ、北極 P311。ありがとうございます。